これはゆでちゃんの物語だ。遊びに来ましたよ。50代のおばさん連中がゆでちゃんの住むアパートに早朝から勝手に押しかけてきたわけだ。動物のドキュメンタリービデオを夜遅くまで見ていたゆでちゃんからしたらたまったものではない。こんなことなら叱るべきあの鍵を閉めとくべきだ。ゆでちゃんは後悔した。ゆでちゃんは目を開ける。大体が知らないままだ。ゆでちゃんは逃避するように頭から布団をかぶる。もうゆでちゃん起きてよ。みんなでせっかく来たんだからさ。ゆでちゃんは沈黙を貫く。
ねえみんな、ゆでちゃん布団から出てこない気だから、無理やり布団を吐いちゃいましょうよ。せーの、やめろやめろ、ふざけんな。ゆでちゃんは必死に布団を押さえた。だがおばさん4人の腕力には勝てなかった。あら、ゆめちゃん、わあ、剥がされた布団から出てきたのは白ブリーフ1番のゆめちゃん、44歳、元新人、現在無職。手にはどういうわけかヌガーの包み紙が握られている。ゆでちゃんは古い中華飯店でラーメンを吸っていた。わかめとネギ、品付くとなると、衛生機能に乗った初めてのブリーフ。持ち主は当然ゆでちゃん。なぜならゆでちゃんはアイアンメンのように高速浮遊術が使えるのです。2時間前ゆでちゃんは垂直に高度を上げて打ち上がった。それはもうロケットのごとく高度が大気圏外まで達した時、衛星軌道に出て自らの白ブリーフを解き放ったのである。現在ゆでちゃんのブリーフは時速 28,400km で地球の周りを回っている。すなわちブリーフを脱ぎ捨てたゆでちゃんは全裸でラーメンを吸っていることになる。珍しくゆでちゃんは行動コンパ、通称合コンというやつに参加している。いつもはブリーフ一枚のゆでちゃんだけど、今回は若いレディーの前ということで美品を紺色のジャージを上げて決めている。今回の会合の幹事でありゆでちゃんの親友でもある奥村は時計をチラチラと見て気にしている。そうなのだ、肝心のレディたちがまだ到着してないのだ。他の男性参加者が奥村に口々に文句を言う中、ゆでちゃんは腕を組み目を閉じたまま沈黙を貫いている。そんなゆでちゃんの静けさの中のただならぬ先に
たの男たちも気づき、場に沈黙が流れる。実はゆでちゃん緊張しているのだ。普段からババウドミはモテモテのゆでちゃんだが、若いレディたちの前となると勝手が違う。どう振る舞うべきか、いろいろとシミュレーションを頭の中で繰り返す。ハニーは蜜蜜パンプキンケーキ、中央無理大ビスタンビッシュ、名古屋城、カポエラスカイ、テリーメンの髪型、やがて時間遅れて女性陣が到着する。これといって美人はいないが、美人もいない。ゆでちゃんです中年にはもったいないくらいのレディがやってきたのだ。奥村の乾杯挨拶を皮切りに自己紹介タイムが行われた。ゆでちゃんは知っていた。この自己紹介タイムの第一印象でこの会合に行ける自分の立ち位置が決まること、すなわちこの自己紹介が成功すればレディとのベッドインも成功したようなものなんだ。次々に自己紹介がなされ、とうとうユデちゃんの番がやってくる。ユデちゃんは静かに口を開き、袴田ユデヒコ46歳、童貞、仕事は現在無職であります。特技は高速浮遊、趣味は、ゆでちゃんはここでそれまで作っていた目をカッと見開く。趣味は勉強でございます。ゆでちゃんの趣味は勉強。どうやらゆでちゃんは自分を高く見せようとしてしまったようだ。
ちゃんは共に蒲田市の路上に立っていた。奇跡が起きたのだ。生きとこさ、茹でちゃんと目黒しゅうとは一晩中公園で飲み流したと聞く。最初に作業室に来ただけの片言の現地スタッフはいたが、現場を監督する人もいない。本当に一人きりの作業、ただ芋を手作業で掘り起こしていく。意味などなく、ただ金を稼ぐために手を動かす。早く日本に帰りたい。この仕事を終えた時に帰ってくる金があれば、3ヶ月は働かなくても暮らしていけるはずだ。土、芋、遠くに海と空。土、芋、遠くに海と空。土、芋、土、女、芋、芋、女、芋。ゆでちゃんは次第にこのぶり起こした芋が
若い女性に思えてきたのだ。そう考えるとこの作業がとても楽しくなった。土を掘っていくと女の子たちが笑顔でゆでちゃんを迎えてくれる。たくさんの女の子に囲まれるゆでちゃん。という一人の妹少女に恋心を抱いてしまった。とてもグラマラスなポーズをしていた。その夜、ゆでちゃんは倉庫でミリナと一緒に体を重ねて寝たのだった。朝目を覚ますと大勢の女の子たちはどこかに運ばれていた。当然ミリナもすでにそこにいなかった。放心状態のまま残りの作業期間を終えて日本に帰宅したゆでちゃん。自宅に帰る途中、近所の八百屋の美鈴を見てゆでちゃんは成立した。そこにはあのミリナが笑顔で立っていたのだ。これは神が与えた奇跡なのか。その数日後、芋を抱えたタキシードのゆでちゃんが白いチャペルから楽しげに出てきたと聞きます。ハンバーガーショニーという21歳の大学生。
正直逆輸入に紹介されネット音楽この人を中心に話題になっている。そしてハンバーガーリーの主催するメイトライブステップ東京からは常に新規した音がリリースされている。ステップ東京のリリースパーティーには毎回たくさんの若者が集まる。コスプレ美少女からギャルっぽい子まで綺麗どころが大勢遊びに来てるわけだ。そんなステルレッシーの状況をそのまんざして見てる男がいた。ゆでちゃん37歳だ。ゆでちゃんはプリンス1枚暗い部屋で PC モニターを眺めている。ゆでちゃんは3年前ポエムカーという新しいジャンルを作り出し、一時メロメロ動画界隈で話題になった。勢いに乗ったゆでちゃんはポエムコアライフのネットレビューを立ち上げてイベントも開催したのだった。しかしそれは話題になったような気がしていただけで、実際の結果は散々レーベルのリリースは音源が集まらなくて4作品でストップ。クラブを借りて引き込んで開催したイベントにはお客さんが7人しか入らなかったのだ。ステレベルとポエムコアはサウンド的にはよく似た感じだった。そのことがゆでちゃんの嫉妬心をさらに肥大させた。モニターに反射するゆでちゃんの歪んだ顔はひどく滑稽だった。現在ミス作業残すのみという段階まで来ている。しかしゆでちゃんは今夜行われるスペルウェブ東京のイベントが気になっていた。ポエムコアのイベントを開いたときにお客さんの中に一人だけ女の子が来ていた。20代前半ぐらいで青い髪をしていて、フローラの包みでポエムに合わせ妖精のようにゆらゆらと体を揺らしていた。イベント全体でお客さんが7人とはいえ、自分のイベントに可愛い女性が来てくれたことが嬉しくてたまらずに話しかけたのだ。昔から若い女性が苦手で現在も男ばかりの工場に勤務するゆでちゃんにとってその恋はとても珍しいことだった。ゆで君です、今日はイベントに遊びに来てくれてありがとうございます。ゆで君さんのポイントはいつもお家で聞いてます。ありがとうございます。何かお酒でも飲みますか。ゆでちゃんは女の子にドリンクをおごろうとしたのだ。いえ、お酒は大丈夫です。私バイクで来てるんで、ミネラルウォーターなら。ちょっと待っていてくださいね。ゆでちゃんはカウンターでミネラルウォーターを注文し彼女に手渡した。ありがとうございます。ゆでいこさん、その本当に
ドリーム1枚なんですね。ごめんなさい、レディの前でドリーム1枚なんて本来ありえないですよね。でもこれ僕のポリシーなんですよ。あのポエムコアのどんなところが好きなんですか？ポエムコアの好きなところ、ごめんなさい、私ゆでこさん以外のポエムコアあんまり聞いていなくて、ゆでこさんの作品の好きなとこなら答えられますけど、聞かせてください。ダサいところかな、ダサいけど温かいところが好きです。ゆでちゃんはその時とても舞い上がった。しかし現在スマホイカマの女性はスペルム東京のイベントの常連で、ロイスとの高いアニメキャラのコスプレをしていたための噂で聞いた。スペルム東京のイベントでやはり気になる。ゆでちゃんの嫉妬心は音楽の化け物を生み出す燃料だ。意気込みを込めてイベントに行ってみるか、コスプレ美少女も拝見できることだ。
れていない。いずれ正しさの基準なんてものは覆される。全てのゆでちゃんはそのまま闇を突き進んで構わない。ゆでちゃんは一人ではない。あなたもゆでちゃんであるように。